ポポンとぐにゃん。まあ、それにしてもね、あのー、まあ、今日。えー、某立憲の議員の方っていうかね、まあ、有田議員がですね。あの、週刊文春の、えー、菅首相に関する、まあ、スクープみたいな記事をツイッターに。ええー、一部ね、載せたって、えら、ー、い、これすごい、えー、らいことになるなと思って、その。 なんか見てたんですけども、まあ先ほど週刊文春側も、その菅首相の、え、に関するですね、まあスクープ、え、これ総務省との関連のあれですかね、え、に、あの、あれを載せててですね、まあこれはまあ週刊文春の方で、まあ確認というか見てほしいなと思うんですけども、まあこれが、えらいことになるんちゃうかな、 っていうのはあの思いましたね。まあ、本当その今ね、菅内閣支持率もすごく、まあ、下がってきてるとこに、でその自民党公明党の、まあ、銀座クラブ問題で、公明党に限って言えばですね、キャバクラ問題っていうのも出てきてね。 まあそういう中でこの週刊文春が、えまあこのようなスクープを載せることっていうのがどのような影響をですね、まあ今日から明日以降与えるのかっていうのがすごく僕は気になりましたね。まあツイッターとかまあネットでもすごく、まあすでに話題になってるっていうことで、まあこれ内容の方をね、まあ見てもらって、明日発売なんですかね、まあ買っていただいたらいいんじゃないのかなというふうに。 思いましたけども。ま、あ本当菅内閣で菅首相もね、昨日、えー、緊急事態宣言のね、会見もやっててですね、やっぱその世論を意識してね、なんかいつもやったら質疑応答が終わったら、あの、横にいてる人がね、次の日程があるのでっていう、 なんか切り上げて終わるっていうのが通例やったんですけども、まあ昨日はそれをね、次の日程があるのでと言わず、まあ予定の時間が終了しましたので、みたいなことを言って、ちょっと言い方を変えてると。で、あと、プロンプターとかもなんか見てたとかって報道もありましたけど、なんか、やっぱりちょっと、あの、記者会見でのその菅さんの対応が、 えー、やっぱその、何て言うんですかね、冷たいというか、そういう印象を与えてるというのを、まあ、少しでも払拭、えー、しようとしてたのかね、なんかようわかりませんけど、やっぱりその世論をかなり意識したもんだったのかなっていうのは思いますよね。まあ、そういう中でね、まあ、そっからその、シリーズ回復とかですね、まあ、これ以上下げないようにっていうね、まあ、そういうのがあったと思うんですけども、ただ、 ま、宣言自体をね、1ヶ月延長すると、3月7日までと。で、まあ、あの、場合に応じてね、その短くしたりとかっていうのは考えてるみたいなことを言ってたように思うんですけども、ただやっぱりその菅さんが本当にこう、大丈夫なんかっていう問題と、あと1ヶ月延長したことによって、その間にですね、また、え議員がですね、国会議員が夜の街をね、え8時以降も、え、ー たたりするんちゃうかみたいなねこれ与党だけじゃなくて、なんか野党の議員もなんかそれが怖くて、その自民党のねのう嘘ついて辞めたっていう、辞めたとか、離党したんですよね、公明党は議員辞職ですけども、自民党の議員は離党したと3人、松本潤さんと大阪の大塚隆さんでしたっけれどあと奈良のね、あの 田野瀬さんかなんか、名前忘れましたけども、その人たちは辞めない、議員辞職せずに、まあ、離党だけしたっていうね、うん、いや本来やったらもっと野党は、ね、議員辞職迫ってもいいんですけども、まあ、野党と、まあ、いうか、立憲民主の、まあ、中堅幹部の方が言うにはです、ねえー、なんかうちもあるかもしれんから、ご迫れないみたいなね。 いや、そんな弱腰でどうすんのかなっていうふうに、あの、僕は思いましたけども、いや、やめた映画だなとバレたらバレたでね、もしやってる人がいててね、うん、それによってその与党との違いというのを出していけばいいんちゃうかなと、まあ思いましたけどもね、もう今年選挙あるわけですから、もう本当にその、そこをね、 あの、もう意識して、野党も動いてほしいなと思うんですけども、うん、まあというのは思いましたね。まあとにかく、この週刊文春のスクープっていうのがですね、まあ大きな影響というか、ね、本当にその、安倍内閣の時のね、桜を見る会とか、えー、盛りかけ問題ありましたけども、まあそういうものに匹敵するような問題に、まあ、なるかもしれんかなっていうのは、 あの、なんていうんですかね、これ見て思いましたけどもね。うんまあ本当、あの、話題になると思いますんで、えー、こう週刊文集のサイトの方に、えー、まあ詳しく載ってますんで、見てほしいなっていうふうに思いましたけどもね。いやあとやっぱ僕は浦添市商船も、沖縄のね、浦添市長選も、この、 注目してて、まあ、これも菅首相がですね、まあ、秘書を送ってまでですね、あの、必死になってやっているというのもね、あの、あってですね、ほんとその浦添え市長選の あのどうなるかっていうのがやっぱりその気になってたんですけども、き、まあ、今日はです、ね、玉城デニー知事が、慰霊祐樹さんの、えー、候補のね慰霊祐樹さんの,、えー、その応援演説をしてたっていうね、街頭に駆けつけてやったと。 つい最近の朝日新聞ではね、玉木デニー知事は生還するとかですね、マイクを握らないというふうに書いてたんですけども、まあそれはもう全然違ったっていうね、えー、まあ、動画でも玉木デニーさんは異例さんを応援しますって言ってましたし、えー、ほんで今日は、えー あの街頭演説してですね、で一緒に外線管に乗り込んで、車の中からもですね、伊礼さんの支援というかね、伊礼さんに票を入れるようにというふうに呼びかけるっていうのをやっててですね、まあ、これはすごいなと。これ、しかも、やってた場所っていうのがですね、えー、これあの、な,のなんていうか、ね、ジャーナリストの、ね、渡瀬夏彦さんが言ってはったんですけども、やってた場所っていうのがですね、 この、まあ、軍港問題、えー、軍港問題とか、里浜を守ることにすごく熱心な港川自治会っていうとこの、えー、地域でやってたと。港川地区っていうんですかね。うん。いや、そういう意味でも、もうかなりこの玉木デニーさんが今回、えー、街頭演説をやったとこはですね、すごく意味があるというか、メッセージとしてですね、えー やっぱその軍港問題、えー、今のところ、ね、デニーさんはあの、まあ、推進しているようなことを言,を言ってはって、ですねほんで現職の市長も、ですねそれはどうなんだというふうに、えー、こうデニーさんとかイレイさんにもなんか言ってたと思うんですけども、いやでも、なんていうんですかね、だから今回、浦添市長選で明確に軍港反対って言ってるイレイさんがね、 あの、当選したらですね、それはデニーさんも考え直すやろっていうね、デニー知事は、その、軍港反対って言ってるイレイユキさんを応援してるわけですから、これでそのイレイさんが通ったらですね、それは急にイレイさんに対してね、あの、 やっぱり軍港を推進しますとは言いにくいですよと、だからここで浦添市長選で浦添市民の民意というのを明確にするということがですね、まあ、浦添市の軍港問題というのをですね止めるということにつながるとで、それはデニーさんも認識してるだろうと、だから応援してるのちゃおうかなというふうにあの見えますけどもね。 まあそういう意味でも、ね、移設容認してる、えー、現職の市長さんよりですね、ねレイさんに、イレさんが通ってもらった方が、はるかにいいだろうっていうふうに僕は思うんですけどもね。 でもまあ現職の、ね、市長の方も、軍港問題は今回の市長選の争点じゃないって言ってたんですけども、まあ今日になって、えー、動画ツイッターの方で、動画のツイートについて、ですね軍港問題に関する、えー、投稿をです、ね、三連投してるっていうね、動画でね、いや説明させてくださいみたいな、いやいや <laughs> それどうなんっていうねあ、争点、違う、争点じゃない言ってたんちゃうんかいなっていうね。 だから、まあ、そういう意味から言っても、情勢的にもですね、まあ、もちろん、慰霊さんは、あの、厳しい選挙戦で激しく、え、争ってる選挙戦ですっていうふうに言ってましたけども、まあ、当初は、選対えー、本部長の方ですかね、方は、やっぱその背中が見えてきたと、えー、まあ、かなり接戦、激戦であるということを、まあ、言ってたわけで、まあ、それがさらに、えー、 なんていうんですかね。まあいいとこに来てる可能性っていうのは考えられるかなっていうね。まあそうじゃないとデニーさんもわざわざね、その公務の合間を縫って午前中だけということで少しの、ほんの少しの時間を割いてですね、イレイさんの応援っていうのもね、来るっていうのも考えにくいんちゃうかなっていうね。うんまあそういうことから言っても、まあ、 本当に、まあ、いれ、あの、いれさんね、ほんと頑張ってほしいなと思いますけども、まあ、浦添市長選もすごく熱くなってきていると、えー、いうことで注目かなと。まあ、菅首相のね、この週刊文集のスクープも、本当あの、今後どうなるのかなと。まあ、これも影響してくるかもしれませんからね、浦添市長選に。まあ石、石垣市長がね、あの、接待を伴う飲食店で、えー、その、会食してたっていうのもね、 あの、それも影響するんちゃうかなと、石垣市はチーム沖縄としてね、この浦瀬現職の方と一緒にチーム沖縄っていうね、まあそういう保守系の市,市長グループとしてやってたわけで、それはどうなんだっていうね、モラル的にっていうね、うん。まあそういう問題もね、いろんな問題が絡んで、やっぱその、まあいろんな選挙だったりね、今の政局だったり大きな動きになっていくんちゃうかなっていうのは、 思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね